こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの山です。ここではですね、私がおすすめする家庭菜園流の、有機無農薬栽培にこだわった栽培を紹介してます。そしてですね、新しい企画が、始まってます。それはですね、収穫までですね、密着してですね、逐一正直にレポートしていこうという企画です。栽培家としてはですね、こんなに怖い企画がないんですよね。長期期間になりますし、失敗したらどうしようってね、ちょっとですね、このですね、小さい体でですね、小さい心臓がドキドキしてるんですが、やっていきたいと思います。ここではですね、素材に選んだのが玉ねぎです。これはですね、のとじいのこれはたまげた玉ねぎ物語という形で、スタートしたいと思います。同時にですね、同じような企画としていちごとニンニク、じゃがいもも始めています。そちらも見てください。それではこれはたまげた、玉ねぎ物語を始めます。実を言うとですね、玉ねぎ栽培ってすごい大変なんですよね。種から始めるとものすごい長丁場になります。8月の末から9月初めに種をまくのが適期です。それからですね、育った苗をですね、11月に植え替えて苗がですね、大きく育って収穫できるのは早くて4月、奥手の品種ですと6月になってしまいます。もう1年近くかかる大作業が玉ねぎの成長物語です。そしてですね、今回はですね、その第1回というわけで種まきの話から始めていきたいと思います。種まきはですね、苗を植え付ける最適な時期があるんですね。その時期から逆算して60日前というのが種まきの時期です。私の畑のあるですね、下高井戸、東京南部ではですね、11月中旬頃にですね、苗を植えるのが適期なので、種はですね、9月のですね、中旬までにまくっていうのがスケジュールになります。それでですね、この動画を放映する時期がちょっと遅かったんで、種まき適期を逃している人もいるかもしれませんが、チャンスはですね、次の11月中旬にもう一度あります。それは苗を植えるということで、玉ねぎ栽培は開始できますし、そちらの方が簡単ですので、その参考にですね、この動画を見てください。種まきにはですね、3つの方法があります。1つはですね、畑にですね、育苗床を作ってですね、そこに種をまく方法です。たくさん苗を作る人はこのような方法でやってます。家庭菜園ではですね、2つ目のですね、育苗用のですね、鉢やですね、箱にですね、培養土をまいて、そこで種まきする方法もおすすめです。そしてですね、3つ目はですね、これが簡単でズボラな人には一番おすすめで、もしかするとですね、この方法なら9月の下旬ぐらいまでですね、種まきできるかもしれないというのが、畑にですね、もう直にまいてしまうという方法です。それではですね、実際にこの3つの方法を紹介していきましょう。まずですね、1番目に、畑にですね、育苗床を用意して種まく方法から紹介していきます。今回ここに用意してあります。ここに種まきします。ここはですね、8月上旬にですね、1平米あたり堆肥1リットル有機肥料 150cc を入れですね、太陽熱消毒をしていた畝です。こういうふうにしておくと素晴らしい苗床ができます。そしてですね、これからまくんですが、普通はですね、ここにたっぷりと水をまいてからですね、種まきするんですが、もう昨日までずっと長雨が続いてましたので、今回は水まきはしないで、そのままここにですね、ならし板という板、まあ何でもいいんですが、こういうような板を利用してこう筋をつけます。これがそのまき位置を決める筋ですね。こういうふうに筋を2つつけます。そしてですね、種をですね、まいていきます。これがですね、玉ねぎの種です。ここに種まきしてきます。少しですね、厚まきするっていうんですが、発芽率があまり良くないんで、ちょっと多めに種をまいていきます。こういうふうに手にねじりながら、こういうふうにまいていきます。全部発芽したらですね、まびくのが大変になりますけれども、ちょっと多めにまかないとなかなかですね、うまく揃って発芽しません。このようにまいていきます。まいたらですね、普通の種まきと同じです。こういうふうに土をかけてですね、この上から思いっきり圧着していきます。こうすることによって水揚げが良くなって乾燥しなくなるんですね、畝が。種をまいたら水まきするんですが、水まきは、発芽させるまでにですね、非常に水分が必要な種なんで、乾燥してたらですね、たっぷりまきたいんですね。今日はですね、前日まで大雨降ってましたんで、そんなにいらないんですが、もし降ってない場合は、種をまく前にたっぷりと畝に、水をまいてからまいた方がいいです。まいてからですね、水をたくさんまくと種が流れちゃったりしますんで、できるだけ優しく外に流れないようにしばらく待って、乾燥したらもう一回まくで、巻き始めは外でこう垂れないようにして、優しい水のラインができたら中に入れてまく
で巻き終わる時も外に出してこういうふうに止める。何しろ細かい種なんで気をつけながらお水まきをしてください。水をですねしょっちゅうこまめに巻く機会がある人でしたらいいんですけど、なかなか水をそんなにこまめに巻けないよっていう人はですね、乾燥させないような畝を作りたいんですよね。そのためにはですね、上にですね例えば燻炭というんですね、もみ殻を蒸し焼きにした細かいんで、こういうのを上に巻くんですね。こう巻いとくと乾燥防止になります。こういうふうに巻いてあげるっていうのが、非常に有効な方法です。もみ殻が用意できないとかですね、藁とかそういうものを引いてあげるのが、まあ、自然で一番いいんですけれども、ない人は不織布っていうのをですね上にかけてあげるっていうことが、これによってですね乾燥を防止できます。まあ、少し緩めにかけてあげれば芽が出てきてからもそんな心配ありません。脇が開いててもですね虫はつきませんので、これは単なる乾燥防止と暑い灼熱を防ぐための対策ですね。このような形でいいと思います。ちょっとですね皆さんずっとこの画像を見てて気になったことがあると思うんですよね。実を言うとですね、こちら側にこれはですね玉ねぎの苗なんですね。8月上旬に撒いた種でしてですね、本来適期に撒いた種とですね1ヶ月前に撒いた種とですね、ちょっと成長比べをしてみたいなと思ってチャレンジしてるんですよね。これでですね11月頃にですねすごい立派な苗ができるんだったら、この方法もいいのかなと思いまして今実験中です。で品種がですね、こちらはですねこの泉州木っていうのを撒いてます。こちらがさっきご紹介した OP 木です。この違いもですね今後楽しみにしておいてください。どう成長するかも、これも今回の実験です。2つ目はですね、このようにですね、小さな箱やですね、鉢を使って育苗する方法です。こちらはですね簡単にできますし、多分今からでもすぐ実行できると思うんですね。11月に大きく育ってれば植えられますんで、ちょっとやってみてください。実際にじゃあここに種をまきます。もうこのようにですねばらまいていけばいいと思います。こういうふうに一応重ならないような感じでこういうふうに巻いていきます。そしてですねできればですね上から押してですねこう圧着します。この上にちょっと土をかけたいんで、できれば表面だけは優しくしたいんで、こうやってふるいにかけてあげると優しく苗を守られます。それでこういうふうにしていきます。鉢で育てるのはですね自分の好きな場所で風通しの良い温度も最適なところに置けますんで、半日陰の涼しいところに置いておけば苗はできますので簡単な方法だと思います。あとは水やりのポイントなんですが、これは乾いたら水揚げするということで、それでですね途中でですねちょっとお見せします。じゃん、これですね先ほど紹介した苗と同時にですね、8月の上旬にポットに撒いたんです。今育ってきてます。まあこうやって見ていただいても元気になってきたんで、このままこんな密の状態でですね育ててると一本一本の苗がですね太くならないんですね。で太くするために間引いて捨てちゃうのももったいないんで、間引くぐらいなら苗床に移し替えてあげるっていう形で5センチ置きぐらいに苗をやって もう一度太くしようということなんですね。まあどちらでもいいですが、このような形で育っていきます。3つ目がですね、畑に空いた場所がある人でしたらですね、わざわざ苗を作らずにですね、直に植えるっていう方法もあります。この方法ならですね、もしかするとですね9月下旬にですね種まきしてもですねしっかりと大きくなるかもしれません。このようにですね15センチ間隔にですね穴の開いたマルチを、用意します。ここにですね種をですね全ての穴にですねだいたい5粒から6粒ぐらい種をまいて、大きくなったら間引きして1つの穴に1本にしていくわけですね。こういうような形で育てていきます。まあ普通の栽培と同じです。移植によるダメージが少ないんで、より成長が早くなる可能性がある栽培です。突然始まった能登じいのこれはたまげた玉ねぎ物語、いかがでしたでしょうか。今回は種まきの方法をご紹介しました。第2回はですね11月に植える玉ねぎの苗のための本番用の畝作りを
紹介したいと思います。そして今育苗中の苗の間引き方法も紹介しますので、ぜひご覧ください。同時にですね、別の動画で植え付けを紹介しましたホーム玉ねぎの成長報告もしますので、期待しておいてください。今後もですね、新しく始まった、連載追跡企画をですね、ノタリアムの有機栽培の紹介として続けていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。シェア畑菜園アドバイザーの能登山がお届けしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。